はい、どうもチューバーチャンネル TV 神谷です。今回もアサシンクリードオデッセイ続きやっていきたいと思います。さあミユリーネに話しかける。レオニダス、スパルタ最後の真の英雄だったわ。その勇気がなければ皆ペルシア帝国の奴隷にされていたでしょうね。同じ血があなたの中にも流れているわ。ここに流れるのは俺の血だ。会ったこともないような男の血じゃない。レオニダスは王だったのよ。そんなこと関係ない。さあ槍を出して。ゲティアなど知るか。小娘の話などどうでもよい。黙れ。お前の尊大な口ぶりにはもううんざりだ。スパルタは戦争をしない。ピュティアがそう告げた。ピュティアはお前たちの言いなりだ。その娘は操り人形に過ぎない。クリートは断ち切らねばならぬ。ああ、レオニダス、英雄の時代は終わるのだ。それとも自分の血は特別だと。お前を切り裂けばその血は地面にこぼれ、溝へと流れ落ちて消える。ただ人に過ぎない。ならば確かめてみるがよい。お前の命運は尽きた、獅子の子よ。クセルクセスが我らを導く。かの者が混沌に秩序をもたらす。ピティアに逆らえばお前を愛する者も、お前が守ろうとしている全ての者も滅びるだろう。皆を呼べ。それはスパルタを欲するなら私が受けて立つ。すごいわ。これで分かってもらえたかしら。どうすればいい。運命を受け入れるのよ。手遅れになる前にコスモスの門徒を止めないと。レオニダスが命がけで守ったものが全て無駄になるわ。私たちの先祖は奴隷の雇い主と戦ってきた。再び戦う時だ。これはこれは、母と息子がスパルタの地でついに再会か。見違えたぞ。まるで地上に降りた神々のようだ。パウサニアス王、光栄です。父君のことは無念でした。ああ、ここにいれば我々を見て誇りに思っただろう。王よ、アレクシオスを覚えておられますか。忘れるものか。妹を救うために命を投げ出した少年、なんという悲劇か。無実の子供が古代の無慈悲な法のために死に追いやられた。あの日、死に追いやられた子供は二人いた。アレクシオス、やめなさい。王よ、お許しを。スパルタから長く離れていたのです。二人ともだろう。母のような炎を宿している。はあ、いずれにせよ、スパルタはお前たちを失ったことで力を落とした。だから、法を変える必要がある。同感だ。だがアルキダモス王は、彼はスパルタの法を全市民の胸に掘ろうというような人物だ。俺はずっと怯えながら生きてきた。再びこのスパルタが故郷になるのであれば、今度こそ平和に暮らしたい。平和には代償が伴うぞ。スパルタ人は常に殺しの技を磨く。アテナイ人を殺さない時は自らの民に宣戦布告する。死者について語るために来たわけではないだろう。メガリスでの父の出来事の後、スパルタが家を接収したと聞いた。それを返してもらいたい。言葉を慎まないか。スパルタの市民でなかろうとも、お前の王は私だ。私たちは市民権の回復と家の返還について話をするために、二人の王に謁見を賜りたいのです。よかろう。それは私の望みでもある。とはいえ、
アルキダモスは例の花の剣で今もお前を恨んでいる。どうすれば耳を貸してもらえる？奴隷放棄の噂があり、クリプテイアがさらにそれを煽っているのだ。容赦なく奴隷を殺し、家畜を盗み、通りで死骸を放置して腐らせている。そんな、世界で最も恐れられるスパルタ軍のクリプテイアが、高い規律と大胆さで肉体の究極を成し得た彼らですよ。かつてはな。だがクリプテイアは腐敗し残虐になった。少年に非武装の労働者を殺させる訓練など非道だ。家を取り戻したいのだ。よし、ではもはや無意味な虐殺は認めぬと奴隷たちに示せ。クリプテイアを探すにはどこから始めれば？一人はザラクス岬の砦にいる。二人目はスパルタ人指導者の家の警備だ。三人目は足取りがつかみづらい。最後にいたのは奴隷の丘から西の村だ。三人の中で最も声が大きい。母にも聞いたが、クリプテイアとは何だ？詳しく教えてくれ。影に潜みし者たち。幼い頃に選別され、生き残るために盗み殺し過酷な訓練を課せられる。そうして生き延びた者は王の護衛となるのだ。なぜ殺してほしいんだ？クリプテイアは長らく奴隷とスパルタ人との間の平和を守った。厄介者や脅威をもたらす奴隷を闇に葬ること。しかし最近のクリプテイアは理由も容赦もなく男や女、子供まで殺している。母親から赤ん坊を奪い、狼の餌にする。もはやクリプテイアは冷酷な野蛮人となり果てた。アルキダモス王について他に知っておくことは？伝統的、冷酷、退屈。アルキダモスは民の幸福よりも古き習わしを尊ぶ。あの日もタイゲトス山で長老たちに味方した。クリプテイアを殺害して家を取り戻せるのならやってやる。最高だね。クリプテイア。はや。一度だけしか言わないで。この村は豚のケツみたいな。お前ら全員ダメだ。見捨てるぞ。たまらないなら、お前らの顔をボロボロにへし折ってもいいんだぞ。かぶる。もなく殺されるなんて、もう耐えられない。神々よ、私たちにお慈悲をお与えください。どうか、正義を。危険犬ども。お前らの中に、ラコニアに生まれたからラコニアに住む権利があると思っている奴がいる。私のヤギより年下のくせに。王のように振る舞うの。男たちを殺して鶏を盗むからみんな怖がってる。スパルタ軍のために生産するという条件のもと、お前たちは生かされてるんだ。あいつらも同じだ。こっちを恐れてる。でも彼らは兵士で、私たちは農民よ。奴は一人で、こっちは大勢だ。ちょっと騒ぎを起こしてもないか。最近の取れ高は目も当てられない。よく見てろ。お前の顔よりマシだろうが。何をしてるの？言っただろ、騒ぎを起こすって。こんなところ願い酒だ。スパルタで戦うか、女と寝る方がマシだ。おいおい、どっちもろくにやり方を知らないんだろ。うまいわ。全てがスパルタの施しだ。土地を与え、敵から守り。そんなものは必要ない。欲しいのは子馬だ。誰だ、俺の話に割り込む奴は。もう奴隷を殺させはしない。お前は一人だが、我らはあまたなり。お前は一人、我らはあまた。クリプテイアを倒せ。
ソラ、こっちだな、こうやな、あの離島みたいな人だ。だいぶ距離ある。残り 700m。どう？さあ、目標地点まで。よし、行くぞ。180m 現れてきたと。
かって死ぬがいい。あなたが和紙使いね。よかった。クサンテ政務官がとても高く評価してたわ。それはありがたい。手を貸して。子供たちには輝かしい未来があるのに学ぶことを嫌がるの。自分では賢いつもりでいるけど、詩の暗唱もできないんだから。俺にどうしろと言うんだ。子供たちは和紙使いの話を聞いて、あなたが歩く地面すら崇拝してる。あなたから叙事詩を聞けば、きっとあの子たちも覚えるわ。妙な依頼だが、もっと妙な話を持ちかけられたこともあるしな。やろう。子供たちはディオニソス・コロナタス神殿で待ってるわ。今日の主題はペルセウス。あの子たちはよく知ってるはずだけど、質問されると全部忘れるみたいなの。ペルセウス？オリンポス山の麓で育ったいとこ同士かってくらいよく知った話だな。心配するな。子供たちを夢中にさせてみせよう。新しいポスト、伝説の宝庫。近いですね。ここにいる。いや、俺は。和紙使いだ。あなたのこと知ってるよ。今日は和紙使いが話をするの？聞かなきゃダメ？もう100回以上聞いたよ。ああ、そうだ。今日は、この和紙使いが話をしよう。さあ子供たち、よく聞け。ペルセウスの物語を始めるぞ。アルゴスの王アクリシオスは善人ではなかった。彼には子供が一人いた。娘のダナエだ。息子がいないことに悩んだ彼はデルポイの信託官のもとに赴き、そしてゾッとする予言を聞いてしまった。うわ、何だったの？信託官はアクリシオスが孫に殺されると告げた。だがダナエはまだ未婚で子供もいなかった。彼は自分の身を守るためダナエを天井だけが開いた聖堂の部屋に閉じ込めたんだ。わあ。しかしそんなダナエを見て恋に落ちたのが全能なるゼウスだった。彼は部屋に入るため黄金の雨に姿を変え彼女を誘惑した。そしてダナエは息子を産んだ、ペルセウスを。やっぱりね。アクリシオス王はゼウスの怒りを恐れ孫を殺せなかった。
そこで娘と孫を木の箱に入れ海へと投げ入れた。荒れ狂う海の中で溺れ死ぬようにと。ひどい、ペルセウスかわいそう。ペルセウスとその母ダナイはその後セイフォス島で助け出された。親切な漁師のデュクティスに世話をされたペルセウスは立派に成長した。よかった、神々が助けたのかもな。ペルセウスはやがて泳ぎや乗馬や戦いを学び、ただの漁師だった父をしのぐほど善良で公正な男へと成長した。僕だって全部できるもんね。ああ、それはいい。泳ぐの以外は公正でもないし。さて、ディクティスの兄は島の支配者だった。そして善人ではなかった。最低。ペルセウスは成長するとヨッパへ旅に出た。そして美しき王女アンドロメダを一目見ると恋に落ちた。さてその頃アンドロメダの母親は女神テティスよりも娘の方が美しいと豪語し、女神の機嫌を損ねていた。神々より優れてるなんて言っちゃダメだよ。テティスは神々への生贄としてアンドロメダを捧げなければヨッパの町全体が破壊されるだろうと宣言した。そんなのダメだよ。アンドロメダはエチオピアの王女でしょ。ペルセウスは祖母のタラに愛しい人を救う方法を尋ねた。彼女はイトマケイに姿を変えていった。アンドロメダを救うには卑しい奴隷しか持たない山の王にふさわしい黄金の巻毛を持ち帰らなければならない。そんな謎知らないよ。難しすぎる。ああ、ペルセウスにとっても難しいことだった。だがついに彼は突き止めた。嘘。とにかくやったんだ。ペルセウスは何が必要なのか分かった。翼を持つお羊の黄金の羊毛だ。何もかもを石に変える怪物に守られているという。幸運にもペルセウスは神々から祝福されていた。アテナの黄金のフクロウが彼を怪物の巣に導いて。アテナの黄金のフクロウ？バカみたい。きっと可愛いよ。欲しいな。彼は偉大なオレスロスの鋭い剣を携え、蛇のように長い首、大きな頭、もじゃもじゃのたてがみ、石のにらみを持つカトブレパスと向き合った。怖い。え？ペルセウスはカトブレパスの死をもたらす目をかわしながら剣でざっくり化け物の首を切り落とした。彼は黄金の羊毛でカトブレパスの頭部を包んだ。翼を持つペガサスを借り、アンドロメダを救うために飛び出る。彼女は今にもクラーケンに食われようとしていた。彼はカトブレパスの頭を掲げ、クラーケンを石にしたのだった。待って、何クラーケンって？でかいイカみたいな。海の怪物のケトスじゃなくて？ホメロスはケトスを放てじゃなくクラーケンを放ってと言ってたと思うぞ。それ今作ったんでしょう。ペルセウスは家族と共にアルゴスに行き、ある日大きな競技会に参加した。彼はあまりに力強く円盤を投げたため客席まで飛んでいき、アクリシオス王に当たってしまった。こうして彼は自分の祖父を殺してしまい、予言は現実となった。やった、予言通りになったね。ペルセウスとアンドロメダは王と女王としてミュケー内に住み、7人の息子と2人の娘が生まれた。ペルセウス座流星群だ。ああ、間違いだらけだし、すごくつまんなかった。語り手には向いてないね。うんこみたいな話だった。ごめんなさいね、ひどい聞き手で。でも伝統的な話から少し脇にそれてるみたいだったわね。ああ、すまない。これやばい空気だ。イマルトのせい。新しいテスト、一日の終わり。イキエビパラメ。さあ農園を作ってる。ジャンプ。はい。
感じ。どうどうどう。ピタナの住人たちに手を貸してくれてありがとう。あなたのことはきっと何年も語り継がれるわ。できることをしたまでだ。ありがとう。報酬よ。いろいろとありがとう。クエスト完了。一日の終わり。さあ残り目標地点まで75メートル。行け。すぐ近く。神殿のそばか。ジャンプ。引き出すと大変。来たか。いつでも王に会わせてやるぞ。謁見前に知っておくべきことは。ああそうか。お前は王たちと会うのは初めてだったな。パウサニアスは知ってる。パウサニアス王だ。頼むぞ。パウサニアス王とアルキダモス王は支配権を共にする。二人に気に入られれば家も戻る。簡単に行くとは思ってないよ。パウサニアスのことを教えてくれ。彼は若い。笑顔に騙されるな。他の王たちと同じく怒らせると後悔することになるぞ。アルキダモスのことを知りたい。アルキダモス王は伝統主義者だ。戦いから身を引くような男ではない。そして気が短い。機嫌を損ねないようにしろ。ああ、さっさと済ませよう。では行こう。ユリーネはもうなかった。そこだ。これでどうだ。お前の勝ちだ、アルキダモス。降参だ。ではボイオティアにニコ艦隊を派遣だ。いつもあんな風に話し合いを。時々ね。アルキダモスの防御の技術は向上してる。私のおかげね。ブラシダス、知らせを持ってきたか。聞こう。王よ、慎んで紹介申し上げます。レオニダス王の子ニュリーネ、その息子アレクシオス。よくもスパルタの地を踏めたな。アレクシオスはコリンティアの制圧に協力し、奴隷放棄の件でも助力を惜しみませんでした。すべてスパルタを思ってのこと。どうかお聞き届けください。宮殿の床を血に染める前に話を聞こう。話せ、ミュリーネ。なぜ来た。スパルタの市民権を再び得て家を取り戻すために参りました。お前は自ら去った。息子は長老を殺して逃げた。その上鼻も折られたしな。家族は裏切られたのです。スパルタが裏切られました。裏切り者は暴きに来たのです。長らくスパルタを気にもかけなかったもの。お言葉はごもっともです。しかし二柱の神に誓って他意はありません。ミュリーネは自らの意思を知らしめた。お前はどうだ。俺の目的は故郷へ戻ることだ。生まれ落ちたこの場所へ。タイゲトッサンで起こったことはスパルタの恥だ。ここにお前と家族の家はない。まずは忠誠を示せ。スパルタに栄光をもたらし、神々の前で名誉を取り戻せ。それまではお前にも母親にも土地の権利はない。やるべきことを言ってくれれば片付けてくる。スパルタ軍はボイオティアでアテナイ軍と交戦中だ。現地に赴き指揮官に加勢しろ。勝利をつかむまで戻ってくるな。必ず勝利してみせよう。そのように断言するのは真の戦争を見たことがない子供ゆえだ。指揮官はヘリコンさんにいる。これを渡し、王の使いだと伝えろ。まあそう焦るな。王は二人、任務も二つだ。
ヘラクレスの12の工業に比べれば2つなど造作もない。今日初めてスパルタ人の言葉を吐いたな。間もなくオリンピックがエリスで始まるが、我々の勇士が護衛を求めている。俺に護衛をしろと？スパルタ人が冠を持ち帰るようにするのだ。それがスパルタに栄光をもたらすのか？オリンピックの場で勝利することがか？ただの勝利ではない、オリンピックの全ての試合での勝利だ。分かった。では全ての任務を終えた時に再び会おう。やり遂げられたらな。やり遂げた暁には家を返してもらうからな。スパルタの精神は健在か？ブラシタス、連れて行け。次。うまくいった？お前の首がまだ繋がっているんだからな、上出来と言える。やり直す機会をくれた王たちは寛大ね。あとはオリンピックで勝てばいいだけだ。戦争にもね。出発の前に知りたいことはあるか？ボイオテアで一体何が？アテナイ軍がスパルタ軍を少しずつ押し返している。勝利は容易なことではないだろう。形勢を覆せるのはあなただけよ。俺が護衛することになってる勇士について知ってることはあるか？パンクラチオンの戦士だ。訓練士なら居場所がわかるだろう。わかった。状況はよくわからないわ。でも成功のためには絶対にこの闘志を守らないと。ああ、王の一人はコスモスの門徒に属してる。つまり任務の一つは罠だ。だがどっちが？ブラシダス、こんな場所でする話か？俺はどちらの元でも戦った。一方が裏切り者だと言われても信じられない。糾弾するには証拠を手に入れないと。耳も目も鋭くしておくのよ。もう十分だ。それで母さんは俺がいない間どうする？謁見の前に伝言を受け取ったわ。それで内容は？別のコスモスの門徒の手がかりよ。私はアルカディアへ行く。一人で？運が向いてきた。そこには命を受けて行ったことがある。私も同行しよう。それは助かるわ。ありがとう。ではアルカディアで会おう。旅の無事を祈る。新しい首都を発見した。スパルタの二人の。クエスト完了。スパルタの王。新しいクエスト。複数のクエストを自宅した。さあ、おお、お前新顔だな。ここで訓練を受けるのは容易ではないぞ。あるか。あんたのような達人の手ほどきなら受けてみたいところだが、他のようで来たんだ。ほう。勇士をエリスまで送るよう王に命じられてきた。失礼した。王の使者が来るとは知らなくてな。私はアルコン、テスティクレスの訓練士だ。スパルタのアレクシオスだ。よければあいつと会う前に助言を。テスティクレスは気難しいんだ。機嫌を取るには香油を送るといいだろう。香油？体に塗るんだ。それでヘラクレスの力を取り込めると信じてる。ギセイオンの村にあいつが贔屓にしてる商人がいるから行ってみるといい。スパルタにとって大事な冠をあいつが勝ち取れると思うか？あいつは大の男6人と牛を倒したんだぞ。市場へ行ったついでにな。だから島に送らざるを得なかった。勇士にはどこで会える？訓練のためハデス湾の小島に送った。あいつは隔離しておいた方がいいんだ。あいつのためにも人々のためにもな。南の海岸でネストールのナンパ船を探すんだ。パンクラチオンについて教えてくれ。剣闘と格闘の混合競技でな、かなりの技術が試される。世界中から腕に覚えのある英雄たちがオリンピアへやってくるんだ。命を落とす者もいる。ぜひ見てみたい。俺があんたたちの勇士をエリスに連れていく。活躍できるといいな。あいつなら心配ない。メッセニア最南端の島で野営地を探すといい。幸運を。
褒美を手に入れよう。デスティクレスがオリンピックに行く気になるなら何でもする。見つけた。油生産者の見習い。もう閉店よ。香油さえ手に入ればいいんだが、特別なのはあるか？テスティクレスが使うやつだ。ああ、パンクラチオンの闘士も。ご主人にしか作れないけど、今はいないわ。それがないと帰れない。頑固ね。もうすぐ自由なのに。奴隷なのか？ええ、高待遇のね。あなたに便宜を図れば窃盗になる。ずうずうしいのは承知の上だが、この交流が必要なんだ。戻ってきて主人と話をする。俺が状況を説明しよう。仕方ないわ。この生活を続けるしかなさそうね。私は作り方を渡すだけよ。自分で作って。分かった。火を焚いてアテナの交流を弱火で温めると煎じやすくなる。温まったらシナモンを少し入れて。助かる。おかげで私は最悪よ。ちゃんと作れるといいな。加熱しないと。必要な香油は何だったか。これだ。アテナの香油。使ってみよう。もう少しだ。次に加えるのは。いい香りだ。シナモンが嫌いなやつはいない。気に入ってもらえるといいな。いい香りだ。自分で使いたいくらいだな。もう一杯だ。体力と気力の源だからな。テスティクレスだ。偉大なるテスティクレス様に何の用だ。俺は忙しいんだ。あんたをオリンピックに連れて行く。オリンピック？よし、ついにこの俺が勇士。ロブブロブブ。勇士になるぞ、このテスティクレスが。よし、出発だ。いや、今すぐは無理だ。訓練中なのがわからないか。それにお前の船で行くってのは。素敵な贈り物があるぞ。特別な香油だ。香油か？最高だ。キスしていいか？いや、しなくていい。さあこれだ、受け取れ。なあ、母さんが作ったのとそっくりだ。塗ってくれるか？バカを言うな。船に乗れ。いざオリンピックへ。みんながこの俺を待ってる。テンション高いんだよ。行かないのか？負けたら承知しないぞ。出航する用意だ。ちょっと始まる。
ぞ。ようこそオリンピックへ。いよいよ祝祭が始まったよ。アルキビアです。驚いた。服を着てるとは。お楽しみは後に取っておこう。なんか強そうなやつがいるな。あんたも競技に参加するのか、アルキビアです。もちろんさ。想像つかないだろうけど、他の運動をたしなむこともあるんだよ。そうか。誰が多く冠を獲得すると思う？俺だ！もちろんアテナイ人が才能を発揮するはずさ。メッセニアだろうな。潮風に頭をやられたか。いつもスパルタがファンクラチオンや他の競技で勝っている。過去を知ってるからなんだ。未来がどうなるかは分からないだろう。彼は？あれはドリエウスだ。今の覇者さ。残忍で負けず嫌いで、その上忍耐力もある。悔しかったりするか。それはどうかな。おしゃべりしに来たわけじゃないぞ。そうだね。もし個人的な練習相手が必要なら。痩せこけたアテナイ人がか。俺は勇士だぞ。あ、いやまだだが、スパルタ万歳。筋肉は驚くほどのものだけど、頭はそれほどじゃないようだ。早く行こう。試合の前に香油を塗らないとな。ああ、準備のお手伝いができるならとっても光栄だとは思うんだけど。香油がな、大好きなんだ。
そうみたいだな。わかるだろ。さあ来い、抱きしめてくれ。泳げるな。これで闘志の仲間入りだね。あいつが死んだなんて前代未聞だ。それで俺をオリンピックに出場させるのか。死人の代役とはな。テステグレスはまだ消化されきってもいないのに。さあアレクシオス、あなたの実力を見せてやれ。戦う姿はさぞ美しいだろうね。ファンクラチオンで戦うにはどこへ行けばいい。もちろんオリンピアの競技場さ。荒々しくて熱く震える試合を期待してる。死人が出ることもあるんだぞ。ここではファンクラチオン以外には何があるんだ。槍投げがある。当然あなたは槍方をよく知ってるよね。選手が長くて滑らかな槍をグーッと前。ああ知ってる。他には徒競走、競馬もだね。会場の至るところで汗が滴り落ちてる。目と鼻の両方で楽しめるのさ。スパルタのために冠が必要だ。そのために出場しないといけないなら、そうしよう。試合はまだ始まらない。先に見物をしよう。停戦中のオリンピアには目を見張るものがあるぞ。新しい曲の競争相手。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。